新国立競技場のもう一つの可能性というタイトルで、記者会見を開かせていただきます。世の中では、もう解体っていう国立競技場解体っていう方はこれはもう前提条件のように進んでしまっているわけですね。テレビではさよなら国立競技場なんて番組までやって、何さよならなんだって勝手なこと言わないでほしいっていう、しかし世の中全体ではこれはもう規定事項なんですよっていう、いうことでどんどん事柄が進もうとしています。この問題はいろんな意味をはらんで日本の文化経済、それから次世代に対する私たちの世代の責任とか、そういう大きな問題をはらみながらこう進行してて、しかもそこでは建築家の働きっていうのが非常に重大なんです。ですからこの問題を、ぜひとも伊藤さんと話し合いたいと考えてました。それは伊藤さんが大震災の前後から現代の建築っていうものの意味を問い直す活動っていうのを始めてらっしゃって、で震災の後はことに被災地へ行って、そこで実際にみんなの家というのを建てる、そういう活動を通じて建築の新しい方向性っていうのを探るための発言をいろいろされていたんですね。でそういう伊藤さんがこの新国立競技場の問題について今どういうふうに考えるだろうかということを話し合いたかったんです。で伊藤さんは建築家の立場からザハ・ハディドの案が通っていますけれども、これが通ってしまって、しかも現在ある国立競技場を壊してしまって、そこに巨大な建物が建つということに対する問題点というのは建築家としてやっぱりはっきり認識されていました。でその中で2人の話し合いの中で伊藤さんがこれはこの現在ある国立競技場を改修して、そして収容人数についての要件も満たし、それから将来へのバトンタッチということも含めて改修という方向が最もリーズナブルなんではないかという提案をされました。私はコンペティションに参加しました。そしてあっさり負けました。それで、ザッハさんの案がを見たときには、何これ。だって中央線またいでいるんですよ。コンペティションで僕は非常に嫌だなと思ったのは、この上から見た長官図1枚を外観としては提示しなさいっていうのが、それだけでいいですという義務付けられていたんですね。でこの案は誰が見てもですね、何の変哲もない、一番つまんねえなこの案はっていうような案ですよね。指定審査員で海外の方は2人とも来られないって聞いてましたから、おそらくこの絵だけを見て、つまんねえなこれはってまず最初に落とされたんだと思います。で、それに、これがザッハさんの最初の案ですよね。私の案が下にあります。それに対してここまで伸びていて、こちら側もこのぐらいこう大きさが違う、はい。で、それがまずいよ、ここ中央線突破しちゃったらっていうんで、すぐ3月にひっくり返しましたよね。こうなってねじ曲げて、それを比較するとやはりこっちももうギリギリ敷地ギリギリまで伸びていて、こっちはとんでもなく相変わらず伸びてます。それで、これが噂では3000億かかるとかいう話で、はい次お願いします。で、この案になったわけですよね。つまり言葉悪いですけれども、カニが爪と足を、ハサミと足をもぎ取られて甲羅だけになっておとなしく縮こまってるような状態に見えないこともないですよね。はい。それで、このコンペッションでは高さが70メーターに制限されておりました。で、我々の案は全ての与えられた条件を
クリアしても50メーターで収められるんですよ。20メーター違います。で、現行の競技場は30メーターですから、さすがに30メーターではとても収まらないんですけれども、50メーターあれば十分全ての機能を果たせます。はい、まあ、これも高さ方向で、ザッハさんの案と比べてみると、まあ、75メーターあったというふうに、これも定かではありません。当初75メーターあったというふうに聞こえてきています。それで、まあ、このぐらいこうはみ出していると。ここで僕らのは収まってますから。まあ、それぐらいのこう差があるわけですね。で、これが、まあ、縮小されたザッハさんの案ですね。はい。で、これは僕らがその時に書いた内側のイメージなんですけれども、ここでその今回のコンペティションの一番難しい点が全て見ていただけると思うんで、ここでコンサートをやる、それから、フットボールサッカーをやる、それから、まあ、トラック競技をやる、この3種類を満たさなくてはならないということが条件付けられてました。それで、そのために、まあ、コンサートをやるためには屋根が閉じなくてはまずいんじゃないかと、これは雨天でもできるようにということと、この音が外にできるだけ漏れないようにという遮音というのも重要な条件です。それとそのサッカーをやるときとそのトラックで競技をするときとでは観客席の配置がかなり違うんですね。できるだけサッカーはこれを前に出していきたい、近づきたい、ですからまあ、そこでその席を稼働にする必要がある。これが一つの装置です。それと今申し上げた屋根の開閉装置がもう一つの装置です。はい。そして、我々はまあこの、周りの環境に対してできるだけ、まあ、一つは小さくする、そしてまたそのできるだけ、エネルギーを使わない自然エネルギーを使って、普段公園として、ここが利用できるようなそういうスタジアムを作りたいと思ったわけです。ですからここがこの大きなレンガブロックのような壁とその外側にコンコース、誰でもが自由に普段歩けるようなコンコース、緑のコンコースがあって、その外側に水を配置して、この水の上を通った涼しくなった風が内部に入ってきて、さらにここで内部にその涼房効果をあれして夏には涼しいようにというようなダブル、いわゆる僕らの言葉でダブルスキンと言われるような配慮をしました。ここはですから雨が降っていても、近所の人がいつでも散歩もできるしジョギングもできると、犬の散歩もできるような場所です。外ももちろんできますけれども、こういう絵がどうしてそのカット案で出てこないんでしょう。そのカッタンがこんなに素晴らしいんだよっていうことを1年経っても何にも出てこないっていうのは本当に不思議な話です。はい。これがその内部ですね。はい。で、まあ、それを断面で見ていただく、もう一つの問題は、そのこの屋根の開閉装置、僕らはできるだけ遮音性能を良くするようにポリカーボネートという素材の、を使い、それと膜とを組み合わせてできるだけ遮音効果、しかし、ごめんなさい、自然光は入るようにしました。そして、もう一つの問題はイベントをやるためにはその芝の養生をしなくてはいけないんですね。ですから、芝をこれ全部この芝を一旦こっちへ引き上げて、で下からそのステージを出してくるっていう、これだけの装置をやらないとその3つを満たせない、
しかもその芝を自然芝を普段養生して育てるためにはまあ最初にお見せしたぐらいの面積の開口を開けないと芝は育ちません。でそうやってまあ応募案残った11の案を見てみるとおそらくその3つを満たしてる案ってまあそんなにはないなと思いました。でしかもその3つ4つのその稼働装置をその都度動かすために膨大な維持費がかかるんですよ。これ福岡ドームの開閉の屋根を一回ちょっと開くだけでも30万かかるって言いますから、まあ、してこれだけの装置を全部うまく稼働するためには膨大なお金がかかると思います。そしてそのために建設費がかなりコストアップになる。はい。それで皆さんのお手元に行ってると思いますが、まあ仮にじゃあこれを回収するとすればどんなことになるんだろうという簡単な絵を描いてみました。ですね、まず問題はその8万人収容するということが一つ、8連を9連にしなくてはという問題ですね。しかもその1連の幅がこの国立は1125ミリ、1メーター125でできているの、今のスタンダードは1メーター225だと、10センチずつ各連を広げなくてはならない。それを満たすために、まあ、3割から4割弱ぐらいですか、この部分を解体します。そしてこれをこの一番東側で2メーター西へずらします。そしてその9レーンで現状のスタンダードに合わせてやると、この西側は6メーターぐらいこう、現在のスタンドよりずらさないと収まらないんですけれども、これで2段にすると、まあ、こういったような断面で、こちらの絵画館の方は何もいじらずに、8万人を収容することができるし、メインスタンドのところが一番大きくなると。で、もう一つこう3段のスタンドにすると高さはまあそんなに変わらないんですけれども若干この、全体の距離が小さくなると。で、まあ、このサブトラックは、まあ、この位置が本当にいいのかどうかは僕らも確信はありませんけれども、この道路を一部地下に潜らせていただくことができるとすればここにサブトラックを取ることは十分可能であると。まあここへ出てきた理由は2つあります。一つは全く1年半経っても一体どういうものが建つのかほとんど一般の人には知らされていないということです。本当に上から見た絵一発だけでしょ。それで、そのコンペティションの時に、まあ、審査委員長の安藤さんは私たちは新しい国立競技場のデザインコンクールの実施を世界に向けて発表したと。でそのプロセスには市民誰もが参加できるようにしたい、専門家と一緒に本当にみんなで作り上げていく、建物ではなくコミュニケーション、そうまるで日本中を巻き込む祝祭のようにと書かれてるんですよ。それと全く真逆の方向で今進められてるじゃないですか。で、それはおかしいんじゃないか、どう考えたって今どこの公共建築のコンペティションをやったって僕らは市民の前でこういう案を作るんですよどうでしょうって発表をして、そして市民の人たちからいろんな意見を伺ってそれを反映させて案を作るのはもう当然のことになってるんですよ。ところが今回は全くそういうプロセスがないということがまず第一の疑問です。それともう一点は、まあこれは絵が本当に少ないので、今進められている案が
まあ、本当はどうなのかっていうのは僕にも分かりませんが、今その縮小案で、発表されている案を見る限り、おそらくいろんな問題がこれは あるんじゃないか、そのことを大変、ま、私はそれは、まあ、コンペティションに参加した当事者だからこそ言えることがいくつかあるんじゃないか、で、そこで今日ここへ出てまいりました。この2つの理由です。現競技場を改修するということで、丸々作ってしまうよりもどのくらいコストが削減できるのか、非常にラフに、まあおそらく半分ぐらいでできるんじゃないですか。本体工事は、既存の部分の耐震改修、そして、一部解体して、新たなものを作ると、まあ、今お見せしたような屋根をかけると、屋根のかけ方もいろいろあるのでそれにもよると思いますけれども、まあ、うんと荒い、印象ぐらいに思ってください。